はい、いつもありがとうございます。ちょっと今ね、13時34分になったところですね。ちょっといつもと違う時間帯で申し訳ないです。ちょっと夕方以降、店長ちょっと時間が、用事があるのでちょっといつからかがちょっとわからない状態ですんで、できなくね、今日開催できなくなっちゃう恐れもありますんで、今日日中に、1回目、そして埋まれば2回目もやりたいと思います。はい。で、ホナーズ、ワンボックスにサインが2枚入っております。で、レギュラーカードも多分パックに入って2枚なんですけど、まあ、サインカードのドラフトなんですけど、一応、パックの中のカードも、つけて、20スポットのドラフト、サイン1枚ずつ20枚、プラスパックから出てくるカードを1枚ずつつけたドラフトとなります。はい。じゃあ、ドラフト順位を決めてから開封となります。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直しいきます。ほい。はい、6と1で7回ですね。はい、じゃあ行きます。7回抽選、1、はい、2 3 4 5 6で次7回目せーのポチ。はい、出ました。ドラフト1位は高地さん、おめでとうございます。ドラフト1位は高地さん。はい、1082ですね。ホナーズの1回目、ドラフト1位が高地さん、おめでとうございます。ドラフト2位がミドさん、ドラフト3位が133、ドラフト4位がフーダットさん、ドラフト5位が133、ドラフト6位が R ロッコさん、はい、ドラフト7位がミドさん、ドラフト8位が MK16 さん、ドラフト9位 HYT さん、ドラフト10位 MK16 さん、ドラフト11位 UES さん、ドラフト12位ジミー G さん、ドラフト13位 HYT さん、ドラフト14位サイプさん、ドラフト15位セッキーさん、ドラフト16位フーダッツさん、ドラフト17位 YM さん、ドラフト18位133、ドラフト19位スペンサーさん、ドラフト20位 TKO さんとなります。じゃあちょっと開けていくんですけど、ちょっとケースでかいのでここに置いて、もう一個一個どんどん開けていくような感じでね。よいしょ。はい、こうやって入ってますね。よいしょ。はい、ちょっと狭いんでね、ちょっと申し訳ないです。よいしょ。箱もでかいんでね、ケースもね。はい、じゃあどん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 もう開けていきます。よいしょ。はい、じゃあ1箱目、はい、こう入ってましたね。さっきお客さん開けましたけど、せーの、はい、もう見えちゃうんですこれね。おお、いきなりジュリーライス1オーバン。ナショトレ、はい、右側がサミュエルズですね。これがスコアのクローム版みたいなものです。64の76。はい、それとジェリーライスナショトレ1オーバン。後ろに番号ないんだ。ここにあるのかな、普段番号。はい、ジェリーライスいきなり、はい、これ出しておきますね。で、このあ、そうだ、ハサミ忘れちゃった。ちょっと待ってね。ジェリーライスのワンワン来ました、いきなりね。まあ2枚入りなのかな。トレックワンですね。クラシックのクローン版、はい、それとスコアのクローン版ですね。これもドラフトにつけて、シリアルは99ですね。両方99だ。これやばくないかなね。いいですね、いきなりジェリーライスワンワンす。マジで結構小尻ザクザク系ですよね、多分ね。はい、いきまーす。よいしょ。お、ビジュース入ってる。あー、バイキングスのレシーバーのアダム君だ。
でも 9.5 ですね。コンテンパーの 9.5 です。2016ですね、これね。あ、16ですね。あ、ここ見ればいいのか。16ですね。はい。それと、バイキングか、これ。こっちがディグスですね。これ10枚限定、ルーキーシルエットです。はい。すごいですね。10万円ぐらいが多い方なのかな。どうなんでしょうね。これかなりいいんじゃないですかね。はい。あ、これホナーズのレギュラーカードなのかな。ジョー・ミクソン。裏は色がついてるアンソニー・ミラー。99ですね。11番。アンソニー・ミラーはグリーンで75/35。やっぱりかなり、まあうちはそこそこ入った方ですけどね、ケース数ね。でも全然注文通り来なかったですよ。はい。3個目。おお、レオナード。金ペンだ。金インクです。ゴールデンインク。23/75。スコアのルーキー、クローム版に金インク。うん。それと、こっちもいいですよ。テレル・デイビスです。2枚限定です。ブラックゴールドのテレル・デイビス。あ、ここにスタンプ入ってますね。わかります？これ、ほら。リコレクションとかなってるのかな？はい。はい、3つ目。お、レイリス。うん、99ですね、ベース系はね。で、色つくとちょっと少なくなる。DJ ムーンは。13/35。ワンオブワン出て、2枚が出て、10枚が出てって感じですね、今ね。はい、せーの。ほい。お、フローですか、これ。でもこっちが、バンデンアーシュ。金か、これ、ゴールド？ 24/25。 おー、すごいな。ローシリザクザクで、こっちフローレスですよ。マグギネスと2 また2です。はい、レジェンダリーですね、カードのセットはね。すごいな。お、色ついてる。スタッフォードですね。で、その下も色ついてる。トレッカーですね。スタッフォードが10枚だ。8番。10枚限定8番です。はい、それとトレッカー。エンドゾーン。6! 3/6。まあ、99以下なのかな、ほとんどね。で、バイバックはもう、調子利しか出ないね。なんかね。はい、行きまーす。はい。おー。まあ、とりあえず、クラシックの方が、サットン。75/5。で、フランコ・ハリス。パニチョイ？ワンアバンス。フランコ・ハリス、パニチョイのワンアバン。すごいね2回目残り4で、とりあえず2回目で終了ですんで、あとでご注文ちょっとすぐ見ないといけないですね。ウエンツですね。99シリーで、ラシャード・ペニー、これ金かな。25でしたっけ。9/25。はい、ライスのワンワンに、フランコ・ハリスのワンワンに。やばいですね。はい。おー
エリック・ベリーの場所がすごい。AFC の A だよね、これね。プロボールのパッチじゃないですか。ワンファンです。フローレス。ペティス、10シリですね。2の10。はい。それとエリック・ベリーのフローレスワンファン。すごいっす。いい選手ですよね。よいしょ。お、グリーンだ。お、ソニー・ミッシェルのグリーン。ランドリー、あ、リンドリー、リンゼか。うん。75の13ですね。75ですね。ブランドによってシリアル違うね。これ90。はい、あとまだ4箱あります。はい。おお、またワンワンとバンデンラッシュ、すごいね。考えてないのこれ、3775です。考えてないねこれ封入。はい、シェパードのワンワンです。金オプティックワンワン、なんかワンワン普通になってきちゃった。2回目先着順ですんで、そこだけ、あ、黒い、はい、ケケだけど黒いよ。下はね、あ、ミューレン、ニックミューレン、ワンワン、はい、ケケワンワン。ケケワンです。はい。で、こっちもいいですね。35の17番。出方がやばいです。封入がやばいです。またワンワンとバンデアッシュ。おかしいでしょ、これ。はい。75の18。その他のルーキーって出ないの。はい。ケンちゃん。はい。ケンちゃん、ヤンちゃん。はい。ワンワンス。レーテッドルーキー。ここにね、スタンプ入ってますね。ほら。すごいなぁ。またグリーンだけど人によって違うのかな。ああ、ブランドによって違うのかな。チャブとイートさんで75ですね、こっちね。で、イートさんはね、ん ?10 シリか ?10 ですね。多分10。うん。デザインがちょっと邪魔してますけど。10の10ですね。イートさん。オレンジなのかな。あと2つです。すごいなこれ入り方。はい、おいし、あ、はっちゃけてる。こうなってます。はい、下は OJ ハワードですね。はい、でもこっちグリーンだ。こうなってんのか多分ね。はい、コンテターオプティック、去年のですね、 OJ ハワード。あ、去年のって言っても17ですね。ブランド的にはね。はい。それとルーキー。やっとその他が出た。ね。よいしょ。ハズレこれぐらいだよね。この箱ぐらいだよね。はい。やっと普通の光。ペティスと、あ、光ってる。ケケ。99と、結局50。で、ラスト。10箱目です。追加も今日、荷物作る予定だったんですけど、ちょっと今日、飛行機乗っかってないっていう事態になっちゃったんで、マジで。コルツ、レオナードと、
マービー・ハリソン、ワン・オブ・アス。すごいね。こんな出んの。ワン・オブ・アスよ、マービー・ハリソン。レオナードもまた近辺ですよ。25-75とワン・オブ・アス。はい。これでサインカードが20枚出ました。これを1枚1枚ドラフトしていただきます。で、こっちのカードも一緒に、つけてドラフトしていただきますんで。はい。イーライワンとローナですね。イーライは25シリ15番99。はい、となりました。これで1回目が終わりました。ありがとうございます。2回目が残り4スポ。ちょっと、終わった後に、受注確認したいと思います。ジェリーライスのワンオブワンスタートで、ワンオブワンが多分7枚ぐらい出てんじゃないか。もうちょっと出てるのかな。はい。で、ドラフト形式ですので、こちらをご覧ください。店長はこの後、サインカードと、ベースカードですね。パックから出るカード。1枚1枚セットにして20セットを、店長のインスタグラムの方に画像を掲載いたします。2時半ぐらいでしょうかね。参加者の皆様はそちらをご覧になっていただいて、店長にドラフトリストをお送りしていただく形式になっております。5位の方でしたら5セットを選んでいただいて、希望順にしていただきます。上から下、もしくは左から右ですね。はい。まあ、今がね、画面に出てるような書き方でも大丈夫です。ご心配な方は番号プラス選手名も書いていただけるとお互いお間違いないかと思います。はい。じゃあ、一応、リストの提出期限は明日の夜8時まで。メールの送り先は店長が手動でね、お客様にご返信しているものに返信していただいても OK です。はい。brothers.kaz@gmail.com によろしくお願いいたします。はい。じゃあ、1回目のホナーズ終わります。ホナーズは今のところもう入荷数的に、次で終わりですね。かなりいい感じですね。うん、BM さんね。かなりいいですよ。やばいっすよ。で、1回目これで終わります。ありがとうございました。